変な村長がいて、たまたま土井長に皆さん来て、やろうと思ったらやることがいっぱいありました。人生1回でしたね。楽しそうな集団が地域おこし協力会のスキルを使ってやってるって、こんなやってること間違いなく全国ないんですよ。東成瀬村でできちゃったら全国できちゃね。それはもうめちゃめちゃ皆さん責任重大。ここに集まってるメンバーは、まあ、IT 業界、ウェブ業界未経験で、でも自分に手に職をつけたい、そしてその結果人の役に立ちたい、それが地方創生につながるならなおよしというのは、まあまあそういうこうモチベーションでみんな来ています。でその、まあ、メンバーたちとかがよりやる気に、まあ、やる気を高めていくためには、なんかどういう組織のこう仕組みとか、どういうこう研修制度、育成制度とか、なんかこういうポイントが必要になるとか、なんかそういうこう、いや、なんか僕はなんかね、あのそういう仕組みとかその制度とか、なんか揃ってると人が育つみたいなのはあんまり思ってなくて、もうマインドセットだと思ってるんで、たまたまこのタイミングでこんなラフな村長がいて、たまたまこの土井長に皆さん来て、ただ別に誰も制約がないんで、やろうと思ったらやることがいっぱいありますと。で、人生1回なんだから、このタイミング人が違ってたらやれなかったかもしれないけど、自分で選んでここに来てるんだから、この数年間で結果出そうと思って死ぬ気でやるっていうのが、この後多分人生にうまくいこうか失敗しようか全部がインプットにしかならないはずだから、それを死ぬほどやればいいと思うんですよ。ずっとここに住むわけじゃないかもしれないし、ひょっとしたら住んで他の人を呼んでくる人になるかもしれないと思うんですけど、まずなんか誰かやってるわけじゃなくて、自分でやりたくて来てるわけだから、マインドセットで毎日死ぬほどやればいいんじゃないって思うんですけど、ただまあほら、いろんな地域にね、いろんな、そのみんながなんていうと、東北の人ってみんな仙台見がちで、全国の人ってみんな東京見がちだったけど、もうコロナ終わって別にいろんないい事例はもう、ね、いろんな全国の田舎にいっぱいあるんです。そこで活躍してるのは別に実際がすごいわけじゃなくて、そこに活躍してる人がいるんですよね、必ずね。そういう人にいろいろこう会ったり聞いたりしながら、この自分たちがやろうとしているところで活かせそうなものを自分なりに咀嚼して、そういう毎日チャレンジして作っていくけど、一人でやるとちっちゃいからやっぱり仲間増やさないといけないんで、まあ、そこでさっきのその人の問題出てますけど、はい、で仲間増やすためには共感が呼ばれないから、共感してもらうためには自分の覚悟がいるねっていう、そのグループが戻ってくるんですけど、そこだと思うんですよ。なんかだからこのね、ナルテックが組織、会社として研修制度がいっぱいあるから、いや、ないから自慢育ちませんじゃなくて、そんなの自分で本読むとか人に会うとか、言うことは自分で誰かに話してもらうわけじゃないんで、そこだと思うんですよね。人生1回ですね。でもなかなかこんな風光明媚な村で仕事するなんて、なかなか勝てたわけじゃないから、むしゃくしゃいいじゃないですか。あとサウナとかできたら最高ですよね。いうこともありますよね。滝壺、水風呂が、あ、いいじゃないですか。サウナあります。ここから山菜の季節だしね、はい、もう前も回るし、いいことだらけですか。空気もいいしね。ありがとうございます。その言葉を胸に刻んで、僕はいつもまあその起業家と対峙してるんで、皆さんが起業家ではないかもしれないけど、まあなんかこう今世の中からああいうこう人の生き方も変わってきてる中では、なんかそういうマインドセットで、起業家だろうが投資家だろうが、まあ、サラリーマンだろうが公務員だろうが、そのマインドセットはみんな似たような形で、ほっとけばどんどんちっちゃくなっててなくなる国なわけですから、その中で生きることを日本捨てないんだったら、その中で生きる前提になってるわけなんで、まずは一人一人が何かしらアクションしていくっていうのを自分ごとでやってるのが一番ね、いいと思います。東成瀬村がこう強みだと感じている要素であったり、逆に温度感が高くて絶対に解決したいと思っている課題と、実際の市場のニーズとのこうズレの認識っていうのがすごく難しいなというふうに感じております。実際の流れとして、こう自分たちの強みにフォーカスを当てるのか、こうニーズに合わせるように形を変えていくのかっていう両極端の話じゃないと思うんですけども、落としどころであったりそこら辺の考え方について何かいただければなというふうに思っております。プロダクターとかマーケティングかってことですかね、はい、中でも。でもまあどうですか、 iPhone を発明するようなプロダクターとかできるんだったらプロダクターだし、じゃないんだったらマーケットインとニーズありきの商売だって言われてますけど、まあ、むちゃくちゃ金かかるじゃないですか、この iPhone1 個、パソコン持ち歩く時代になりましたが、ね、これ作るのすげえ金かかるんで、そんなお金も時間もないからってなると、やっぱりニーズありきのところにやるのがビジネスとしては早いと思うんですよね。で、ただその、さっきの村長も言ってましたけど、秋田県民って結構頑張る人を応援しない文化というか、無関心なんですよ、よくもあるかも。
だから邪魔しないっていう感じだと思うんですけど、そういう意味の中でもうーんって思って、なんか腹の中ではなんか思ってる人も言わないとか、別に言わなかったら別に関係ないしみたいな、はい、っていう人も多分いるんだと思うんですけど、ニーズが顕在化しているニーズと表層上にあるニーズと本当は困っている、もしくはこれを一番解決してほしかったみたいな、あの村民もしくは村の内側にあったりとかしてね、はい、そこの絶対ニーズにピタッとはまるんだったらちゃんとみんな金払うし、そのお金が行政から来るかもしれないし、個人が払ってくれるかもしれないし、法人が払ってくれるかもしれないし、だからその財布はいろいろあると思うんですけど。ありがとうございます。あのもう私はもう明確でマーケットいいだなと思ってて、であのうちみたいな会社で例えば技術があるとか、なんかこういう商品あるとか、ある種仮説でこういうものがいいんじゃないかって思った時に、一番最初何やるかって言ったら、それの最終ユーザーをまず決めるんですよ。でその最終ユーザーの中ででっかいところに、まずこんなもん作りたいと思ってるんですけど、あのこの前やったのはあのマーケティング費用を払うからマーケやってくれと、要はそのグループ企業だったんですけど、グループ企業で、売れるためにはどんな商品だったら買ってくれますか売ってくれますかっていうのを、マーケット調査を依頼したんですね。で一緒に共同開発っていう形で製品作りました。何が起こるかって言ったら、当然そこで売れるものになってくるので、結果として初っ端にマーケット費用、マーケティング費用として払ったものの10倍以上の売り上げが、あの売り始めた発売日に上がってくるというふうになって、結果として初期費用の回収それで終わったんですよ。だから本当にあのいわゆる、マーケットインというよりはなんか一緒に作ったという、少なくとも定裁を取ったっていうのは、まあ、非常に簡単だなというふうに。我々は何をもってその成果だったり、まあ、成功っていうのかなっていうことを気にしたいなと思っていて、その成果とは何だと思いますか。それともその課題が解決したのが成功成果なのか、それとも横展開していくのが成功成果なのか。まあ成果、まあね、そこはまあ、 あの人によって考え方あると思うんですけど、まあ、会社でね、まあ、地域保守協力隊のタイムリミット、会社としての黒字化で、事業だから、あの新規事業だから継続していかないと成功じゃないんで、継続性って黒字になってないといけないからとか、まあそれが成果としては一旦短期的にあると思うんですけど、まあそれって何ですか、そのためにこうみんな頑張ってるわけじゃなくて、自分の中でどこまでがやりきったかどうかっていう自分の中での成果ってあるじゃないですか。それで村で実現できたら、それは自分でそれでいいと思えばそれで成果だし、いやいや県内全域全部同じ事業で広げてやろうと20代のうちって思うんだったら、それでできればそれが成果だし、それはもう自分でこう、まあ、会社とかね、村とかしてそのね、お金が動いてるから一応それでのコミットはあると思うんですけど、そこは自分で設定したらいいんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、まさにあの実証と実装フェーズのすごいこう障壁があるというか、その成果を出さないと実装フェーズに行けないっていうところが、このスマートなんちゃら系ですごくあると思っていて、私が成果として持っているのはもちろん黒字っていうところもそうなんですけど、その財政的にこう取り得る手段となっているかどうかみたいなところ、既存の手段と比べて導入コスト、お金ももちろんそうだけど、導入コスト、心理的な行政ハードルも含めてハードルが下がっていて取り入れる手段になっているかみたいなところを一個成果としては求めたいなっていうのを、このスマートシティ分野については思っています。もうちょっとなんか私の価値観というか理想像的なところの成果というよりはっていう話もすると、住民の人にこうなかった時のことは覚えてないですって言わせるみたいな状態を自分の中では理想で、こう当たり前に使いすぎてなかった時の生活のことは覚えてないですっていうのを、あのモンゴルの遊牧民の人がソーラーパネルについてそう言ってたんですけど、それがすごく難しかったので、自分もこう水循環装置とかこれから導入していくスマートなんちゃらみたいなサービスをそうやって住民の人に言わせたいなっていうのは、あのすごいこう舞台の話を持ってるっていう価値観です。なるというか成功したかどうか個人的に思っているのは、やっぱここに集まっている皆さんっていうのは秋田に来てくれた、もしくは秋田に戻ってきてくれた人たちだと思うんですね、はい、でその人たちが個人的に自分なりの成果、目標っていうのを達成できたかどうかっていうのがまず一つ大きな特徴が、あの、まあ、それが成功の鍵だなと思っていて、
でそれから次に会社としてはこの仕組みが続けられるかどうかっていうことだと思うんですね。で必ずしも全員が残るっていうのが成功だとは思ってなくて、ただサステナブルに行くためにはやっぱりここに参加しているメンバーの人たちが良かったなと、来て良かったなと思ったり、何か大きな目標を立てて、で、まあ、残ってやるのが会社としては理想でしょうけど、必ずしもそれだけじゃなくて、ここから旅立っていって新たな道を得るとかっていうのをできると、これは成功だ。定住っていうのももう、まあ、違うとも私も思っています。なんていうか、まあ、住民票だけはこう置いてねみたいな感じですけどですけど、まあ、多拠点生活、2拠点生活、3拠点生活、これから当たり前になりますし、まあ、ロサンゼルスと東成瀬村にそれぞれ家があるみたいなのでもすごくこういいのかなとも思いますし、まあ、なんか実家の近くで子育てをしたいよねみたいなのもあるのも当然だと思うので、全然それをこうなんか無理に来させたいとかっていうのも私全然メッセージを出してないので、なんかこの仕組み自体がこうよりこう新しい日本のワークスタイルを作っていくっていうところに着地できれば私もいいなと思っております。ソーシャルインパクトファンドとかも最近増えてて、そこでもなんか成果指標ってファンドによって違ったりするとか、そういう話前に伺いましたけど、藤田さん、そのあたりってこうスタートアップ投資って、まあ基本上場を目指しましょうと、っていうお金を調達して急成長します。なんで一回ゴボッと赤字を持っていけるところの期間もちょっと長めで、目標のリターン、増やしたいお金の額もちょっとちっちゃいんですけど、なんだけど結構ね増えてはきてるんですよね。で今皆さん見ると社会課題を解決したいっていう人も増えてるし、その急成長だけじゃなくて資本主義だけじゃないでしょう世の中はっていう流れもあって、そういう投資家も出てきて、それを実行する企業家も、それは社会企業家って言われる人たちなんですけど、も出てきて、まあ、こんな両極端ですね。でだからゼブランドカンパニーって会社なんですけど、その田淵さんとお前も話してたら、そのゼブラ企業って言われてるのはスタートアップと全然違う方向の会社で、上場は目指さないけど、その社会課題解決インパクト経営なんですよね。で僕らが投資してるスタートアップってこう縦にビヨーンって伸びてるとこなんだけど、最近この間のグラデーションがあってもいいし、そのグラデーションどっちか、別にどっちか決めてないんだけど両方行ってますっていうところにもちゃんとそのお金がつくようになってきたんですよ、いろんなタイプのお金が。なので別にインパクトだろうがスタートアップだろうが何だろうが、別にこれやりたいことを解決してやっていけばいいじゃないっていう人が結構増えてきて、うちのそのキッチンハイクってさっき保育園留学っていうサービスやってるところも、まあもともとコロナも全然違う授業やったんですけど、ピボットして今それやってるんですけど、地方自治体との絡みが多いから G 向けの売り上げが結構多かったりとか、まあ保育園留学自体は個人からもらうんですけど、でやってることとしてはその地方の保育園に子供たちを親と一緒に留学させて、だけど地方、どん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 地方の保育園はもう入園者がいなくなってくるんで、留学生を取ってることで結局なんとか回ってるってとこもあるし、それやってないと保育士さんの仕事もなくなっちゃうわけだし、みたいなね。というので、結構課題解決型になってるんですけど。我々、新規事業の種がすごくたくさんある中で、どのように取捨選択してこう優先順位をつけていくべきかっていうところを、こういうのがいいんじゃないかとか、こういう事例があったよみたいなお話があれば教えていただきたいです。僕は行き当たりばったりがちゃうんでワクワクすることは全部やる、なるべく同時並行で全部やるみたいな思ってるんで、やりたいことあるんだったらやっぱ取り逃さしたくないですよ。取りこぼさないためにこう組織作りを集まるとか、なんかお金を集めるとか人を集めるとか、なんかあらゆる手段を尽くしてやっています。ただそうですよね、優先順位難しいですよね僕の感覚的なところで言うと、うまくいくものはなんかいろんなものが集まってくるものだと思うんですよね。逆にうまくいかないものは一生懸命頑張ってこれでなんで成果出ないのみたいなものって、なんかむちゃむちゃ不運に見舞われたりとか、いろんなものって多分うまくいかないんですよ。なんかうまくいく流れに乗ってそうだなみたいなものを優先度高く僕はやってますね。なんか多分流れってあって、なんかそのうまくいく人ってなんか運を掴んで、なんかそのままこう流れに乗っていってると思うんですよ、ほとんどの方が。その感覚結構起業家の方って持ってると思っていて、なんか僕はそういう感覚で生きてます。うまくいくやつは多分うまくいくんです。
うまくいくやつ、うまくいきそうだよ、うまくいきそうだよ、なんか人が来たなとかお金ついたなとか、ポンポンポンってトントン拍子に行くやつはやった方がいいと僕は、まあ、それだけ筋がいいと、そうです、いろんな人がやっぱ思ってくれるし、なんか運がいいとずっと運って別に消費されないめちゃめちゃ説得力ありますでもね、その運あるなし問題はいろんな企業側を見てきたんですけど、はい、運ある人ね、ずっとあるんですよ、はい、運ない人ね、ずっとないんですよ、そういう人はね、ブー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 言ってるわけ、はい、ブー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 言って、なんかね、運ってね、多分このみんなこう平等に流れてるんだけど、それをこう掴める人と掴めない人がいて、多分これキャッチ、そのね、情報をこう拾ってるか拾ってないかみたいなところあると思うんですけど、うん、そういう人になんか人もお金もやっぱりついてる感じはしますけどね。で、なんか運の話で。ペンディングしてたやつも、なんかこれうまく進まないなみたいな感じで、お金つかなかったなとか、人来なかったなとか、やめちゃったなとか、なんか、ペンディングしてたやつも、なんかこっち、だからこっち進めてたら、なんかこっちの情報とか人が集まってきて、あ、こっち進められたじゃんみたいになったりするんですよね。でも多分、なんかあるんだろうなって、起業して3年間、もちゃもちゃ思ってます。まあ、天才はそう言っておりました今ね、取捨選択はしないっていう回答だったんですけど取捨選択しなきゃダメだと思うんですそれで取捨選択私はもうすごい明確で、まあ、最終的にやっぱビジネスなのでお客さんがいなきゃいけないと思うんですね。でそのお客さんとになりそうな人に徹底的にヒアリングをします。最初にで仮説をまず立てた上でヒアリングをして、でその上でその人たちが本当に欲してるのか欲してないのかって結構すぐ分かっちゃうんですよね。で、いらんもん作ってもしょうがないんで、いるって言われたら本当に無理やり巻き込んでお客さんと一緒に作るっていうのは結構本当にやってます。アイポスとかもそうなんですか？ですね、これだけは全く参考にならなくて、うちの父親が特許の技術を開発をしてて、追い込まれて事業にしたんで若干参考にならないんですけどでもそれもやっぱり最初にお客さん決めたんですよ。医薬品卸しをお客さんにすると。でなぜならばそこが一番マーケットとして厳しいと思ったので、そこに乗れちゃえばもうあとは絶対勝てると思って勝ち筋を自分で作って、でそこに対して半年間一本も売れなかったんですけど、半年間もう口説きに口説いて最初門前払いにされたところからスタートして、でもなんかいけんなと思って、あの手この手で採用してもらって売ったっていう感じです。それに関しては卸さんなんで、卸さん何が欲しいかって売れる商品が欲しいわけです。だから自分で直接最終ユーザーに売ったやつをわざわざ卸につけるっていう作業をしてました。ってやると、あ、売れる商品なんだって勝手に今度売れるようになって。でもスキンケア事業を長山がやってて、薬局とかに今後卸していこうっていう考えもあるので、今の話かなり勉強になってるかな。ただですね、なんかね、薬局に売るの死ぬほど大変らしいです。やっぱり薬局に直接ってなかなか売れないんですよ。で売れたとしても、一個一個手売りしてたら、あの人たち売るのがあんまり上手じゃないので、本当、シャレにならないぐらい売れないんですよね。だから、卸さん使うっていうのが、一つやっぱポイントなんですけど、薬局に卸してる業者さんに。そうです。で、なんか、あ、今になって、うちの強みって何なんですかって言ったら、卸。口座があることっていう言われるぐらいやっぱ難しかったみたいです、ね、さっきの流れ、岡崎さんの流れっていう話でいくと、うちの投資先今60社なんですけど、そのシードと呼ばれる出来立てホイラーの会社が投資先19社ぐらいかな。でその流れ、今の日本の流れでいくと、ね、物流問題2024問題とかですか、ドライバーさんの産業規制が変わって、物が東京、大阪も往復運べませんって。で、うちのファンドの出資者で、鈴代さんって会社は清水にあるんですけど、静岡の。もう超いい場所なんですよね。まあ、もともと物流でバカでかい会社なんですけど、あそこ中継地点になったりするんですけど、こういうところは金も生んでいくわけなんですけど、うちの投資先はその辺の調達物流の方の DX っぽいのをやってるところだったりとか、でまあ、どこのエリアもそうですけど、人口減ってって、農家の高齢化とかね、後継していませんっていう、まあ、誰でも知ってる話があって、でうちの投資先やってるのは、もともと岐阜高専出身の2人が2回目の起業でやってるんですけど、高さ8メートルのでっかいハウスの中で、トマト日本に来て 2年目かなぐらいの新しい品種のプチトマトをロボットと AI で作ってるんですけど、これ有機なんですよ。
有機の食品ってね、海外もこうやって伸びてて日本も伸びてきてるんだけど、とにかくあの物がないからバイヤーが探しまくっているっていう有機食品。あ、なので投資先で、ね、にあのトマトを作って2年目にもかかわらず三越とか百貨店で売ってるんですよ。あとオーガニックスーパーとかね、これなんかこれぐらいで700円くらいするんですけどみたいな。これもだ流れじゃないですか。有機絶対この後増えていくし、まあ、なんかさっきその流れ、まあ、今の日本のいろんな、まあ、ライドシェアもそうですが、ライドシェア解禁になりました、一旦、まあ、タクシー免許があるところだけからスタートはしてってるわけなんですけど、スタートアップも出てきて15億調達したりとか、でもうライドシェアないと生きていけないんですから、田舎は。と、はい、いう中で、ここには必ずビジネスが出てくるわけで、とか、なんかその世の中の全体の流れの中で、あの逆らってると相当ちょっと事業としては辛いので、ちゃんとそっちにこうね、風が吹いてる方向に一緒に行きながら追い風を捉えて事業化するっていうのは結構センスが、センスと調査の上がいると思うんですけど、今ファイナンスとセールスをナルテックの中でやってまして、シンプルに言うと低金利で大きなお金を借りてくることと、ナルテックのあまたある商品プロダクトを多くのお客様に売るという役割は今になってるんですけども、こう一言で皆さんから見てのナルテックが出す商材のこう価値といいますか、そこについて少しいただきたいなと、まあ、アドバイスといいますか、こう直感で感じたナルテックの良さっていうのをお伝えいただきたいなと思ってます。ストーリー性なんじゃないですか。長谷君が作った化粧品の温泉成分が強くて肌がめっちゃ綺麗になったとしても、その成分では勝てないですよね、うん。だからあのこのそういう中に来て皆さんがあの事業を作って、で秋田県内のマーケット、海外も含めたところに売っていくっていう、このストーリーに共感する人はお金払って買うでしょうし、それは500円でも1000円でも1500円でもあまり値段かけないかもしれないけど、そこに価値があるような気がするんです。別に皆さんここで生まれ育った人一人もいないわけでしょう。村長も村をいち早く出たがってたわけですよね、さっき聞いてくるね、はい、すぐお会い来たがってたけど、そんなところにあえて来て、あえて事業を作って、それで物をね、物もしくはサービスを売るっていうことなんで、そこのこの価値じゃないですか。稲とアガベのお酒も、むちゃくちゃ日本一うまいクラフト酒だからって買ってる人と、小泉さんがやってるからの新しいやつ出たらすぐ飲みたいっていう人といると思うんですよね。そういうことじゃないですか。やっぱこれだけ若い世代がここに集まってるっていうのは、まあ、いろんな意味で見てやっぱ強みだと思っていて、ここ例えば多分僕だったらあのラーメン屋ここに作るんですよね。なぜなら彼らの昼飯になるから。まずだからそういう意味では彼らが消費するから、なんかお金絶対借りれるじゃないですか。なんかこの皆様がここに集ってるっていうところは、同時にこう消費が生まれるので、でこの中で評判のいいものって同世代に横展開できますよねと。なので、しかもそれって他の地域でも商売しがいができますよねみたいな、ここでプロトタイプを試せるみたいなのも多分ものすごい強みだなっていうふうに思いますね。であとやっぱりこの、ね、採用力みたいなところはやっぱ驚嘆すべきものがあるので、まあ、そのあたりは、まあ、もちろん今もうすでに強みにして採用コンサルみたいなことされてると思うんですけど、ここはやっぱ皆さんが学びたい、企業側としてはものすごく学びたい視点なんだなっていうのはすごく思いますね。好循環を生んでほしいなと思っていて、あの実際やっぱりあのすごい楽しくできるポテンシャルがあると思うんです。でそういうめちゃくちゃなんか楽しそうな集団がなんかよくわかんないけど地域おこし協力隊のスキーム使ってやってるって、これ、ま、こんなやってるとこって間違いなく全国ないんですよ。そういうあの先進事例に取り組んでて、なんかこれからすげえ楽しい動きになりそうだなって思うと、多分それがなんとなくのブランディングになってきて、まあ、ちょっとこことなんかやってみようかなっていう、多分ねお試しでやれるようなものがいっぱいあると、でそこで成果を上げて信用をつけると、もうちょっとなんていうかなんかやりたいなみたいなところが増えていくんじゃないかなと思っていて、まあ、いきなりドカンというプロジェクトじゃなくていいので、小さいプロジェクトでなんかお試しでそれを徹底的に成功させて事例作っていくと、多分みんな
アルテクトやりたいなってなんじゃないかなというふうに思ってます。ないことやってる皆さんは先駆者になりうる人たちだと思うので、はい、ぜひともそういったものを、はい、失敗すると地域創生に結構足引っ張るという状況でもあるので、そうですね、これはあの社長に対するプレッシャーですね。私たちがうまくいかないとなると地方創生無理じゃんってなりますからね。なんかあんだけなんか言ってたくせに、なんか本当時期何やってんねんみたいな話になると本当に結構なダメージ地方創生に与えると、逆に東成瀬村でできちゃったら全国できんじゃねっていう雰囲気ができるんで、それはもうめちゃめちゃ皆さん責任重大、今度中期もっと重大みたいな。ソフトバンクができないとして皆さんができるみたいなところだと、なんか地域へのインプリメントのところだと思っていて、なんか物を作るところっていうかは、なんかそれをいかに地域に根付かせるかみたいなところのプロジェクトのインプリメントみたいなところは多分あの大きい企業でできなくて、そういうところはすごくお金を出してでもお願いするだろうなと思っていて、これはあのお願いしたいのは、私の水循環装置がうまくこう回り始めたら、この一番豪雪地帯である東成瀬村で、その皆さんがこう空き家に住んでるってお話も伺ったので、その空き家に水循環装置を置かせてもらって、そこで住んでもらうみたいな実証事業としてこう受けてもらうみたいなことって全然あるし、そこにこうもうすでに住んでる人たちで、私たちが東京から来ました、このこれを買ってくださいって住民の人で言うよりも、よっぽどこうそこのインプリメントの価値みたいなところが出ると思うので、そういうところだったら全然なんか大規模にできないところとしてやりそうと思いました。はい、あのお願いしたいです。ぜひお願いします。はい、私たちとしてもソフトバンクさんのようなでっかい企業との実証実験の連携事例が欲しいです。お願いします。ありがとうございます。そうですね、今ちょっとこう皆さんからお話をいただいて、まあ、2つほどこうやらなければならないなというか、やった方がいいなと思ったのは、やっぱこう各プロジェクトリーダーあるいは責任者のもうストーリー性というか、一人一人の物語をこうちゃんと理解すること、そしてもう一つが結構やっぱ価値の媒介者というか、東京だったりあるいは世界の先端技術をどうこう地域に対して魅力だと伝えていくかみたいなところが、非常に我々として、まあ、持ってる価値、まあ、これだけ人がいるっていうのもありますけど、あの大きな強みなんだなっていうのを今認識をしたので、うん、ちょっとそこの整理はしていきたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。